医療は万能じゃねえ。救えねえ命だってあるんだぜ。はい、ガブリエル・カンニンガム役 の藤原啓治です。それがですね全然やらないんですよね。スキューバダイビングとかですね。そうですね、20代からやってるので結構長いですね。まあ娯楽というかスポーツではありますけども、やはり大自然が相手ということもあって、まあ海の中ではですね、どんなに体力自慢であろうがやっぱり自然の力には当然勝てないこともあるわけで、人工呼吸とかしてもらってるとかそういうところ見たことはありますんでね、やっぱり、まあいざとなった場合っていうのは我々でやってもね、その救命とかいうそういう医療でいうところの一番最初にできうることっていうのかなっていう部分はあると思うんですよね。最初が肝心ってのはあるじゃないですか、いざとなった場合の。そういうところではやっぱりどっかでは担っている部分もあるのかなとは思いますね。やっぱり手術シーンというか、まあまあ僕はまあまあ診断医ということなのであれなんですけど、やはり当然専門用語はいっぱいあるわけですよね。これはちょっと難しいぞと、普段ね使い慣れない言葉を当たり前のように日常的にこう使うっていう役なもんですから、それがちょっと大変だろうなと思ったのと、まあ手術のシーンとかもあったりして、あとは普段の生活の中っていうか、まあアクションっぽい要素もあったりとかっていうので、これはまあなんだろうな、結構いろんな要素が盛り込まれてて楽しそうな作品だなと思いましたけど、どこかこうなんか車に構えてるというのかね、まっすぐ人を見られないというかっていうようなところもありながら、なんだろうね、まあ救急車がね走り続けるということでまさに医療ドラマでございますね。やり直しますか。あんなにかっこよくはないですけど、僕もちょっと近いところがあるなっていうふうに感じましたね。どっかこうやる気なさそうなっていうか、かったるそうなところもありつつ、本当はこうなんか熱いものを秘めているみたいな、ところはちょっとこう似ているのかななんつってね。そうだな、極力ぶっきらぼうな感じは出すようにしましたね。それと本音がバッと出るときっていうののこう対比というか、まあ演じ分けというんですかね、そういうのをこう心がけて演じました。本当はその、本当はまっすぐな人間なのかもしれないんだけど、普段の表情とか立ち振る舞いにはなるべく別に関係ねえぜっていう感じがね、ちょっと見えるようにはしたつもりですね、あんたが俺を手伝ってくれるのか。今度は人間でよかったぜ。いいか、診断のコツはよく見ることだ。怪しいとこもそうでないとこもじーっとよく見て異常を探す。それから、まあなんだ、あまり難しく考えるな。慣れりゃなんとかなるさ、多分。よろしく頼むぜ。かっこいいなと思いました。キャラクターも、僕以外のキャラクターもそうですけど、かっこよくて、でまあみんな個性的じゃないですか。なんか僕は普段あんまりゲームはしないですけど、ちょっとやってみたいなと思わせるような要素が、もちろん映像を見てだけではないんですけど、そんな風に思いましたね。かっこいいですね、はい、それは間違いないでしょうよ。なんせですね、女性のキャラクターがみんな美しいんですよ。なのでお気に入りキャラは女性3人です。3人とも全くタイプが違うので、誰がっていう選び方がちょっと難しいので、3人ともお気に入りということにさせてくださいませ。すいませんが、はい、
皆様ホスピタルご購入いただきまして誠にありがとうございます。もうプレーはされましたでしょうか。実はですね、普段ゲームをしない僕なんですけれども、これはちょっとやってみようかなと思っております。演じていてもですね、まあ台本読ませていただいてもとてもその興味をそそられる作品でしたので、はい、ぜひホスピタル楽しんでください。ありがとうございます。